トトメス三世像。トトメス三世は、古代エジプト第十八王朝六代目のファラオ。即位名は、メンケペルラン、意味は、ラーガミの権限は永続なりである。父は、トトメス二世、母はイシス。父王トトメス二世によって、後継者に指名されていたが、幼くして父王が亡くなったため、ママハハハとシェプストが即位、全権を掌握することになる。 知性の前半は、ハトシェプストの補佐という形でしか政治を行えず、大半の時間を軍隊で過ごしたと伝わる。この時期の経験から高い軍事的能力を身につけ、ハトシェプストの対義語となる知性の後半は、ハトシェプスト時代の外交を改めて周辺諸国に遠征し、国位を回復、エジプト史上最大の帝国を築いた。ことにメギドの戦いでの対象で名高い。 その積極的な外政と軍事的異業からエジプトのナポレオンと呼ばれることも多い。実験を掌握してからは、ハトシェプストの存在を抹殺しており、ハトシェプストの名前や肖像をのき並み削り取った。これには、恨みによるものとした説と、女王の前例を残さないよう、即位した事実を抹消するためとした説がある。これにはまた、他の見方として提言された説もある。 つまり、トトメス三世は、いかなる悪意をもってしても、ハトシェプストの過去的存在と、その地位を抹消したのではないというものである。カルナック神殿の大々的な増改築のため、前女王の築いたものも解体し、拡大再建築するためにといった前提名分があり、その下でなされた、現場産業場の再利用処置であったとしている。したがって、トトメス三世は、 何らかの下心を持って抹消すべき指示を下したものではないと見る。しかし、他の説によると、トトメス三世は、ハトシェプトを心から慕っており、尊敬していたという。しかし、古代エジプトは完全的な男性社会であるため、ハトシェプトは、神官や貴族などの有力者たちは、ハトシェプトは、正当なファラオとしては認められず、 政治的な理由から、歴史から抹消されたとも言われる。どちらにしろ彼共同統治の折には、内政国策からの知性は女王に任せれば、よしとし、自らは外部国外事情など、しっかり把握し、軍事を良くし、英気と実力を養うことで大いに自らを培い、毎心充足し、何だかとなりうる相互のわだかまりもそこにはなかったと、解釈されている。が、しかし、 王国財政面での双方の折り合い、協力には何らかの言い分、主張の不一致があったかもしれない。ありがとうございます。